コスモ石油は石油事業の競争力を高めるためにデジタル化を推進しています。 CDF 導入の取り組みは働き方や環境の改善、将来的な労働力不足への対応、そして生産性向上を目指したものです。 CDF は運転・保全データや設備情報を一元管理し、リアルタイムで可視化・共有できるプラットフォームであり、コスモ石油が目指すコラボレーティブメンテナンスの実現を支えています。コラボレーティブメンテナンスの取り組みは、製油所間での技術標準化を進めて、ベテランエンジニアの経験を見える化することで、若手エンジニアのスキル習得、これを支援しています。従来の故障後対応からプロアクティブな保全の実施へと進化しました。設備の状態を予測し、未然に不具合を防ぐことができます。これにより安全性の向上だけでなく、コスト削減や運転効率化も実現しました。データがリアルタイムで共有されることで、関係者全員が同じ情報をもとに迅速に適切な対応ができる体制が整っています。1日に1時間から2時間ほど現場に出る時間がありました。工事の策定であったりするためのものなのですが、それがデスクで10分で済むようになり、時間短縮ができました。前は紙のチェックリストや転記作業が日常点検で必要でしたが、今はタブレットで簡単に共有ができ、事務所から現場の支援ができたり、データの分析ができるようになったことで、意思決定が早くなりました。これからの製油所運営においてデジタル技術の活用がますます重要になると考えています。私たちが目指しているのは、装置に視点を当てると関連付いた情報が自動に表示され、その装置の運転データや過去の点検記録などを簡単な操作で取り出せることです。今後もデジタルツインの活用や生成 AI による支援を通じまして、最適な保全・運転を追求し、安全で安定した操業と持続可能な事業を目指していきます。